きのね、みなどのを紹介するでござる。うんうん。はい。じゃあ、まず、ラプ殿。ラプ殿は、他のメンバーも言ってるけど、すごく可愛い創生でござるな。うん、赤ちゃんでござる。でもね、赤ちゃん、風間のこと多分舐めてるでござるな。なんか、おい、侍とか言って、よく舐めた口聞いてくるでござる。赤ちゃんなのに舐めてるのはね、ダメでござるな。次、幹部、ルイネ、しっかりしてるんでござるな。よくね、まあ、よく、初配信見ての通りでござるよ。まあ、結構たまに、まあ、ちょくちょく、ね、ポンコツしてるでござる。うん。でも、ホロックスのまとめ枠、すごくしっかりした頼れる幹部でござる。はい、次は、こよちゃん。話し合いをね、進行してくれるでござる。結構ね、主にラプ殿とね、わちゃわちゃしてる時が多いでござるが。はいはい、次行くよーって言って、ちゃんと進行してくれる、頼れる頼れる、まさに頭のこよちゃんでござるー。はい、次。掃除屋、坂間ー。なんか、風間に叩かれたいらしいでござる。これに関してはちょっと、よくわからないでござる、正直。うん。まあね、これからね、活動を通して、みんなのことも、風間のことも知ってもらえたら嬉しいでござるよ。推しはね、いっぱい、あ、なんだろう、みんなの人生が楽しければ、団長は一番いいと思っとるから、その、なんて言うんだろうな、いいんだよ。いいの。団長のもとに最終的に帰ってくれれば、いいの。どんなに浮気をしても、最後、団長のもとに帰ってくるなら、いいの。そう。ありがとう、白岩聖騎士さん、団員さん。ありがとう、団長。絶対戻ってくるから、行ってくるペコ。ちょっと待っててね。よいしょ。団長だって考えがあるかんね。あ、そういうこと？ひどいわ。わかった。はじめまして、マッシュルー！はじめまして！ジャムポイントは、この、かわいい、白いお耳！マッシュル、マッシュル！ハイブリッドマッシュルー！うさぎと、女騎士の、ハイブリッドマッシュルよノエル、一年半、ホロライブ入って一年半、自分のアイデンティティを見失うでね。お前、同期のアイデンティティを真似して何になるんだ。神様は言ってるね、神様は。まあ、これも、心を許し合ってるからできるということで。一週間ぶりのお風呂を入らせていただきたいと思います。来たら、くさーくさいって言うなよ。推しに、かわいそうです、坂本が。みんなアイドルにする対応よろしくね。ダメだよ、ほんとくさいとかすぐ言ったら。自分のせいだろって言われたら何も言えない。一週間ぶりのお風呂、with妹！高いし、うるさいし、せんだよ、これやろ。一週間ぶりのお風呂は坂又ですが、妹ちゃんはいつぶりですか？昨日。えらいじゃん。マイチ入ったよ。マイチ入ってないじゃん。そうよ。ということで、みんなもお風呂にはちゃんと入りましょうね。ごちそうさまでした。なんだよこれ。バイバイ。Girl, are you sure you're not a child? I remember one time I was traveling and I was in the airport. I forgot to look at the clock. Anyway, so I get to the security and they stop me and they say, Hi, honey. Hi. And I was like, oh God, the second you said that, I already know where this conversation's going. And so like, when I know somebody's about to do that to me,Because they don't know, I all of a sudden like, hey, what's up? and I just try and get as, I get like as stiff and as like cool as I possibly can. Hi, honey. Hi, sweetie. Where are you going? How old are you? 38. and I'm late, so move out of my way. Scan my bag and get, just, you know, just stuff like that.
I don't look young enough that I'm not able to fly. Please! I was so panicky. I was like, I need to get on this plane, ma'am! You don't understand! 38? I just thought of a number that was older, okay? I can see the clip now. A gargoyle, real age leak. 38? 38's probably a nice age to be. But if you guys keep being snarky, you're cruising for a bruising. I'm gonna punch you. Yogura, 38? Yogura, I heard you're 38! Mane-chan に絶対行った方がいいですっていうのを二度目刺されたのね。で、どうしようかなーって、予約するんで何日が空いてますかって言われて、え、予約するんですかって言われて、え、全然嫌だけどな、何日だったら空いてますかって、いや、だから全然嫌だけどな、じゃあこの日に予約しましょうって言って、人間だもの、人間だもの、言わーって。絶対に怖くない先生いますか？じゃあそうやってお願いしますねって。いや、じゃあお願いしますじゃなくていますか？でもなんか、本当にマネちゃん、ガチで怖くない先生でお願いしますってお願いしたみたいで。で、ちょっとね、その行く直前に高値類に、喉の病院って何やるんだろうね。あ、だからカメラで見るんだよって言われて。何をカメラで見、え、だから喉からね、通して見るんだけど、まあ、見れなかったら鼻から見るんじゃないって言われて。ちょっと待って。聞いてない。聞いてない！帰る！やだ！やだ！やだ！え、なんかカメラで見るらしいんですよって言ったら、マネちゃんが、え、カメラで見るんですか？あはははって笑って、こい。俺人ごとだと思いやがって、マネージャーならなんかいい感じにメンタルケアと思ったんだけど、怖いですね。同調されても恐怖は同調で広がるだけだろ。聞こえますか？バックバックバック。およー、取られとるが。取られとるが。自分が優先してきてたのに。可愛いですね。可愛い。バックバック。手のひらくるくるじゃねえか。可愛いでしょ。いつもバカにしやがって。可愛い、可愛いですけど、後輩の挨拶を奪ってみました。そんな笑顔で言うことじゃねえ。とんでもないんだよな。はい。まあ、ということでね、今回はるいちゃんとくれちゃんを召喚してみました。お邪魔します。イエーイ。ちょっと一人一人自己紹介してもらって、シャチ。シャチ雑。二人強くね。負けるな、負けるな、クロエ。頑張れ。バックバックバックフンドは、秘密結社オロクスの掃除屋でインターン、シャチの坂本クロエです。冒頭から挨拶を取られたりね、シャチって言われたりね、なんか怖い先輩もいますけど。ごめんって、ごめんね。今日はね、仲良くね、殴り合いできたらなと思います。よろしくお願いします。坂本と結構遊んだんですけど、裏で坂本といっぱい遊んでる最中に、途中で妹がとつってきて、マリー先輩に挨拶するって坂本が。妹ね、でも照れて挨拶しないで去っていこうとしたの。だから船長は逃がすかと思って、すっげーでかい声で、妹さーん、妹さーん、すっせんよろしくーつって、大きい声で叫んだら妹が、え、うるさ、うるさって言ってて、なかなか失礼な妹、なかなか生意気な分からせがいのあるメスガキじゃないかと思って挨拶したの。で、船長が、ちょっと渾身のイケボで、はじめまして、妹ちゃん。坂本を彼女だと船長その時思ってて、君のお姉ちゃんとお付き合いさせてもらってるものです。みたいな感じで言ったら、へへ、こいつ、やばいんですけどって妹がなって、これからも、どうぞ仲良くしてね。え、やだって言われて、なかなか賢い妹さんだな。関わっちゃいけない人間ってものを理解している。妹ちゃん、君と恋愛がしたかった。妹ちゃん、ドン、君と恋愛したかった。どう、ちょっとかっこいいんじゃ今の。このためだけの、ちょ、壁ドンです。今来た声すご、いらっしゃい。なんだこの配信、気持ち悪いぞ。え、ロボコ先輩がよう見とる。カナタ、ん？え、あ、ロボコ先輩。ヘイ、コンカナタ。キャッチコピーは握力 ?50 キロ。ギュッ、ギュッ、逃げり潰しちゃうぞ。握力50キロ。ありそう。いや、別に普段からあるんやわ。全然高い声の時から、別に普通にあるんです。俺でお願いします。なんで？
なんでそんなに俺をさ求めてくるわけ。え、みんなはさ可愛い僕のこと好きじゃないの。ねえ、イケボなゴリラがいるなんて知りませんでした。握りつぶしてほしいので高評価をします。ロボコ先輩、ロボコ先輩何言ってるんですか。でも高評価ありがとうございます。待って、今なんかさ褒められた気がしてさ、え、低い声イケボかな、嬉しいって思っちゃったけどさ、冷静に考えたらゴリラって言われてないか、イケボなゴリラって言われてないか。ちょ、ロボコ先輩、あの高評価嬉しいんですけど、イケボなゴリラって何。ゴリラじゃないからね、カナダだから。イケボな天使って言ってください先生。じゃあチョコ先輩が一緒にお風呂入ってくれますか。チョコが入ってもいいの。入ってくれるんですか。もう大胸筋でクロエ様の体中お背中まで全部流してあげますわよチョコが。本当ですか。いやもちろん。元気になってきたかも。あ、本当にチョコが。じゃあマッサージもしてあげるわよ、うん、ちょっとそれはいいかな。なんでいいんだよお前。ちょっとそれはやだかもしれない。いやでもクロエ様マッサージをした方が、クロエさんも気持ちいいと思うのよ、うん、痛くない。じゃあ痛くないように、あの整体の方じゃなくて、うん、オイルマッサージの方チョコしてあげるわよ、うん、オイルマそれっていかがわしくないですか。いい匂いのするオイルで全身を包んでチョコが癒してあげる、うん、本当ですか。気持ちいいならじゃあします。よし、じゃあクロエ様一緒にお風呂入ってくれるんだよね。はい、入る。マッサージもさせてくれるんだよね。うん、する。一緒に寝てもくれると。うん、寝る。チョコの抱き枕になってくれる。チョコが腕でギューって縛ってあげるわよ。縛られるの好きでしょ。いや、する。おい、チョロ、またチョロすぎるぞお前。楽しみになってきた。する。はい、チョロマタはお風呂が大好きになったそうですよ、皆さん。みんなよかったね、喜んで。チョコ先輩がいるときは風呂入るわ。チョコがいるときしか入らないみたいな言い方やめろ。え、ゴーパッパ？え、本物？嘘だ、偽物だよ。おい、名乗ってんじゃねえよ。だってガオーパッパさ、全然 YouTube 知らないって言ってたもん。ガオーパッパはな、YouTube たまにしか見ないし、コメントもな。いやでも、アクアちゃんにコメントするなんて、そんな、みんながコメントしてくれてるだけで十分です。パッパはコメントとか前に出たりとかしないんですみたいなこと言ってたから。おい、偽物だろお前。言うてみ。え？アクスパ？おい、そうやって騙されないかんねん、マジで。ねそのさ、無言スパチャ怖くね？おい、おい、どっちだよ。違う、偽物だよ。みんなどっちにかける？はい、偽物だと思う人、はーい。はーい、私も偽物だと思います。すいませんでした。謝るみんな！本当にすいませんでした！ごめんなさい！私を産んでくれてどうもありがとう。オッケー。よしよし、こびとこ。ここちゃん？こうやってよ？聞かないでよ！ねえ！成長の子ちゃんと愛してくれてんの？やべ、これ絡んではいけない状態では？違う、ちょっと、確かにちょっと酔ってるけど、まあ、いい気持ちなの。船長。ね？ん？どうしたんですか？船長、本日は、船長と一緒にバスに行けてとても楽しかったです。あまりも楽しかったよ。お子さん、チューする？あれ？どうした？嫌なの？おかしいね。これもこっち、先輩やぞ、お前。先輩。でも、パルさん、そうやってみんなの前で会えたから収益化が止まってる。収益化なんてもうないんだもん。収益化が止まってっから関係ないです。怖いもんなくなってる。どうでもいいもん。剥がしてきたぞ。そんなもん怖くないもん。失礼しました。いいんですよ、ここさん。船長、ここさん初期だから許したる。あ、やばい、許した。これどうしたらいいんですか？酔っ払いなんですけど。うん。あ、そう、酔っ払いですね。収益化も剥奪され、誰とも話せず、視聴者には、ちょっと言われ、そういうことですね。うるせえ！怖いよ、
先輩って怖いね。やっぱりね、ホロライブってあったかいんですけどね、ちょっとおかしい人もたまにはいるということですね。ハッピーバースデートゥーミー、イエーイ。本日の主役、ハクイコユリでーす。コンクヨー。もう本当にね、たくさんのトツが来てくださることになっております。あ、来た。お博士、誕生日おめべとおうかよちゃん、はい、今年一年いい年にしてね、大好きだよ。はい、かよちゃん、お誕生日おめでとう、コラボしようね。はい、こよお誕生日おめでとう、いつも元気をありがとう。はい、博士好きだ。かわいさん、お疲れー、お疲れ、お疲れ。待って、本当にいなくなったの、ちょっと待ってよ。え、マジ、え、解散早くない？え、そんなこと言って戻ってくるとかじゃないの？ホロックスの時間5分取ってあるんですけど、ねえ、あれ。誕生日パーティー一人みたいになった。あ、どうも、ホロライブ ID3 期生のシークレットエージェント、ベスティアゼダと申しまーす。よろしく、お願いしまーす。配信に来てくれて、ありがとうみんな。嬉しいです。ベタも見ましたよ。私、ガンダムじゃないよ。私、ガンダムじゃない。ところで、日本語でお気軽にコメントをどうぞ。超難しい漢字以外は多分読めます。日本語があんまり上手では、なくてすみません。頑張りまーす。うちの猫可愛いんでしょ？うにゅ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 。あ、正解制服。ダメですか？正解制服欲しいんだけど、ダメ？毎日仕事や家事、VTuber を追うのに一苦労で、掃除まで手が回らない、やる気にならない。そんなあなたに、本日ご紹介するのはこちら！自動 AI 掃除機、坂本コーこちらの掃除機は、あなたが指示をしなくても、部屋中をきれいにお掃除してくれます。スイちゃんも飼ってるよー。では実際に使ってみましょう。ほら見て、すごい吸引力でしょ。この掃除機のすごいとこは、自動でゴミかゴミでないかを独断と偏見で判別してくれるんです。出かけの際も安心して使用できちゃいますね。でもこういうの使い方が難しいのよね。説明書もすぐ捨てちゃうし。わかります、私もそうだったんです。でもこの坂本くるは超簡単。使い方は、専用の充電器に坂本くるをセットし、12時間充電してから電源ボタンを押すと、だいたい3時間後に動き出します。そしてですね、タイマー機能もあって、何時に掃除したいかをセットしておけば 95% きちんとその時間にお掃除してくれます。そしてお値段についてなんですが、今回メーカー様へのお願いにお願いを重ねた結果、希望小売価格41,968円からなんと11,968円、11,968円までお値段交渉させていただきました。いやー、こんなにお値段変えていただけるなんて、本当にありがとうございます。皆さんもぜひ坂本クロ一家に一台いかがでしょうか。今から30分だけ特別にオペレーターを増員して、お客様からのお電話お待ちしております。充電時間が17時間ほどになってしまった場合や、ゴミを撒き散らすようになった際の返品クレームは受け付けておりませんので、ご了承くださいませ。バンクー、ごめんなさい、めっちゃ叫んじゃった、嬉しくて。ママって言えるのすごいね。あん、じゃあ、あん、
一つだけ言葉を教えるから覚えていってほしいな。ま、ま、つ、つ、り、い、だ、あ、い、い、す、う、き、い、祭り大好き、祭りあいふひ。かわいい、上手に言えた。かわいすぎる。まつい、うん、まつり覚えたの。お前は天才だよ。おめでとう。うん、かわいい。おめでとう。ありがとうね。配信外でもまつりとのコツでやってね。やり決まってんだろバーカ。2年前私を産んでくれたガオーパパー、いつも可愛く描いてくれてありがとう。おーイエーイ、いいね、本当に素敵なイラストすぎて本当に大切な宝物でーす。イエーイ、いいじゃん、いいな、それな、それじゃん。でも、でもね、あら、今までずっとどうしても言えなかったけど、あのおっぱいの主張が激しくなったやめろ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 確かに描かれたたびにどんどん胸が大きくなっている気がしなくもない。多分ね、ホロメンの何人かこの配信見て血まみだ流してると思うよ。ちょっと恵まれすぎている悩みだったか。代わりにアストタン、ほら、身長低いからさ。あ、代わりに共同分の栄養が胸に、吸い取られていったのかもしれないね。そういうパターンがあるかもしれない、ほら。え、身長伸ばしてくださいありがとうございます。それが一番の主張じゃねえか、お前。困ってんだよ。胸より身長ください。じゃあ、我が輩のためのシチュエーションボイス投稿してね。え、ね、本当に気持ち悪い。本当に気持ち悪いんだけど。え、何その選択肢。同級生で、新学期隣の席になったクロエちゃんって設定でやってもらうからね。細か。よろしくね。で、うん、気持ち悪そのシチュエーション。絶対これでやってもらうからね。やだー。おーい、おい、寝てるの？おはよう。はじめましてだよね。君が今日から坂本のお隣さんなんだって。よろしくね。ああ、そうだ、自己紹介。坂本でも、くらいでも、どっちでもいいよ。君のことは、なんて呼んだらいいかな。ラプラス。え？ラプラスって言うの？え、名字は？ダークネスター。え、ダークネス？え、ダークネスって言うの？え、ラプラス？ダークネスって言うんだ。個性的な名前だね。あー、じゃあ、あ、これからよろしくね、ダークネスくん。とあのさ、すごい悲しいこと言っていい？何、うん、なんかしーちゃんがいつもアクタンアクタンアクタンって言って、なんかとあのけものにされてる気持ちが、うん、そんなことない。だってさ、エプリルフールもさ、アクタンとのカップルチャンネル作りましたよ。なんでそういうこと気にしてたんだね。じゃあアクタン本人に聞きたいけどさ、じゃあさ、しーちゃんとさ、アクタンがさ、うん、カップルチャンネルだったらもうそれはいいよ、うん、で、しーちゃんととあがでベストフレンドだとするじゃん。じゃあアクタンととあは何かアクタンが言ってよ。始終関係。え？ん？始終関係？ペットと女王様みたいな。首引っ張られてるから、ペットと女王様みたいな。え？あれ？女王様じゃないけどね。引かれてね、なんかちょっと。今ね、結構、紐を結構ちぎれそうできついけど。ちなみに言うけど、アクタンのこのリードがマジでトアの腕ギリギリにもうジリジリになってるからね、床に引っ張る。アクアー！アクアー！のびのびになってる。戻ってこーい！それいくら行かないって言ったじゃ降りるな！降りるのか！私、大空スバルは
自分でメスを出しているつもりはないんですけれども、メツバルというパワーワードが出来上がってしまい、本当にその件に関しては申し訳ございません。いいですか、あの、はい、桜新聞でございます。ファンの皆さんもメスバルが大好きという認識でおりますが、はい、言われることは嫌なんですか。正直なところ、正直なところ嫌ではございません。ただ、ただこれだけ言わせてください。はい。もう、メスバルバズってからメスバルで行くか、となった時期がございます、私にも。ただ、その方向にちょっと一足進みそうになった結果ですね。はい。なんと、スバ友たちがですね、やったー、メスバルだーってなってる派と、そんなのスバルつんじゃないってなる派がですね、天下分け目の合戦を始めてしまいまして、戦争やん。その時から、私は中立を保とうと思いましてですね。なるほど。そして今の姿になってるということですね。なるほどね。もう私はありのままレッドイットしようと思いまして、このようになっているわけでございます、はい、いや、収まるところに収まったということなんですね。何かありますか。特にない。興味を持ってください、もっと。待ってる、星町美子が助けてやる。本当に本当に助けてやる。美子めっとてーてーぜ。いい土台があるな。いい土台があるな。おい、登れ、下手か。うわー、おい、おい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 、引っ張り上げてって、引っ張り上げてって。何している。え、無理だよ。引っ張り上げてって、ほら、無理無理、諦めな。この手を、この手を離せ、離しな、手を離すんだよ。そう、ちょっと待って、リコが落ちたら終わりだから。あ、いけた、やったー。あぶねあぶね。あ、次は、次は、星町、助けろ。誰頑張れ、バカやら、バカやら。みこち、土台にできないから。ちょっと待って、みこの頭を持つのはやめな。頭取れちゃう、頭取れちゃう、こっち、頭取れちゃう。もう一緒に、一緒に飛ぼうぜ、な。やだよ、お前一人で行けよ。一緒に飛ぼうぜ、みこち。もううちらに生きるなんて選択肢ない。やだよイカれたメンバーを連れてきたから、うん、ちょっと僕のいいメンバーを紹介してもいいかな。あ、いらっしゃいませ。オカトー、シオンだよ、オカトー。ありがとう。シオンって呼んだらいいの？うん、シオンって呼んで、オカトー。もう大好き、ほんと。チューはチュー。うん、チューね。はい、チュー。オカトー、久しぶりー。あ、久しぶり。ちょっと待って、何、誰誰なんでいいの。え、私のオカトに何か言うですか。え、私のオカトなの、ちょ、思い込んでんじゃないの。私のオカトって帰りなよ、あんた。え、ちょっと待って、出てるよ、出てるよ、思い込んでんじゃない。わーわーわー、喧嘩しないで、喧嘩しないで。え、ちょ、江戸天ちゃんいる。オカトくん、ごめんね。もっとマナーのいい、もっとマナーのいい客を連れてくるから。え、ちょっとシオンとアクアに聞いてもらいたいことあるから、ちょっと。何聞いて。俺ね、みんなに黙ってたんだけど、シャンパン入れてくれる女の子、めっちゃ性癖なんだよね。今日いくら持ってる。オカトが望むならいくらでも。お金借りるよ。じゃあ借りてくるね。じゃあシャンパンタワー5個でいい。うんうんうん、大丈夫。明日から頑張るね。シャンパンハルバスト、君の瞳に乾杯でーす。イエーイ。ここだけの話、ここだけの話、はい、実はちょっと意識してたなど、どうでしょうか。いかなたんは、いや本当に一人のね、やっぱ配信者としても女の子としても尊敬しとるんよ。尊敬してるけど、かなたん知っとるか。あのな、うん、いい人だけじゃ恋愛に発展しないんだぞ、かなたん。わかるか。カナタンはその属性を持ってんだ。いい人の悪の女の子なんだよ。ちょっとバカ。やめて、破壊しないで。机は割れてる、落ちてる。そんな団長、僕は諦めないから。あんなの勘違いするじゃん。だってさ、4人で喋ってる時とかもさ、全然違う場所にいたのに、わざわざ移動してきて僕の隣にちょこっと座ってさ、手をスリスリしてきたじゃないか。この拳から
ら握力50キロがさすがってのかって思うとサスサスしたくなるだろう。それはやっぱね、団長だって脳筋だからよ。別にやましい気持ちなんてねえや。そんなバドロッコシーややこしいことしやがって。最近の団長のスバル先輩を見る瞳、もう全てを見て察したよね。あれ壮大な勘違いだったなって、僕はバカだなって思った。ちょっと待って、セミ ASMR 聞きたいでござる。聞かせてほしいでござるな。セミ ASMR でござるか。じゃあ、いきますよ。いや、ホロライブ1セミの才能がある。ホロライブ 1? つまり、狼ミオちゃんとのオリジナル曲で、うん、セミの真似やったことあって、スタッフさんに、スバルさんセミの才能ありますってもてはやされてたんだけど、かすんだよね、自分が。自分がかすんだ。え、聞きたいな、聞きたいな。なんかそれ歌の中ですかね、聞けない。ちょっとよかったらやってもらっても。じゃあやるか、スバルのセミ。あ、やった。じゃあいくよ。どうぞ。みみ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 、わかるか、このレベルで戦ってんだよ、スバルは。恥ずかしいわ、今となっては。なんでこれでセミの才能があると思っていたのか。じゃあ、あれでござるよ、一緒に鳴らせば、あの夏を一層感じられるかもしれない。じゃあ行くでござる、風間殿、夏を演出するでござるよ。みみ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 み、もうやめるでござる、風間殿。ちょっといいもの買ってきたんですよ。これ買ってんな。ヘリウムガスですよ。ヘリウムガスですよ。今までやったことなくて。いきます。はい。出たよ、ちょっと待って。ねえ、あのさ、おめでとうだけで嬉しいで言いながらさ、なんかだんだん物攻め言い始めてるよな。え、物か。なんかありますか？素敵なものと、もう一つは、はい、もっと素敵な、あの、マリン船長とお付き合いができる権利っていうのを、二つ用意してるのがどっちがいい？え、なんかさ、ちょっとさ、マリン先輩、坂本に気あります、うん、もしかして。いや、ないよ、ないよ、ないよ。もう、何浮かれてんだよって、もう。違うのはお前ら、違うのはそっち。まあ、マリン先輩がね、どうしても付き合いたいって言うんだったら考えてあげなくもないですよ。うん、今度一緒にデートしようね、マリン先輩ね。うん、またデートしたら今度お手手つなごうね。しょうがないな。へい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 。お誕生日おめでとう、くるさーい。坂本クロエ、生まれてきてくれて、あ、りが、あ、適当すぎるだろ。おい坂本、はい、俺だけにしろよ。じゃ、解散。ちょっと待って、マジだよ、マジちょっと今のさ、マジだよね。ねえ、ちょっと待って、みんな出ていかないで、待って。あ、タコネの絵にしようかな。どっちの未来もあるな。みんな待って、行かないで、みんな俺が行かないで。風間いろはペコラ、ペコラもペコラも帰ってきてくれるんじゃん。もうそうだよね、絆があるってば。もう嬉しい。あ、なっ、何押しに行け。バカがよ、間違えた。え、うん、すいません見ました。ちょっと二人で何をしたの。違う、待て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 待
さんイロハもいたので確実に2人で一緒に見たんですけど、ペコラちゃんが弁当に間違えて入っていきました。見ました我々は見ました。ペコラに病気を着させるためのラインではないのに。なるほど。でも、アコーネいいですか？あの、ペコラちゃんが弁当から出てきた。もうちょっと一歩で遊んでみよう。やってしまいました、ペコラ。やってよ、やってよ。おちペコでした。バイバイ。エンディング。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。父様、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。なんでだよ。え、な、な、はい、今日ね、非常に喉の調子が。え、大丈夫ですか。そんなもう喋らなくてもいてくれるだけで。ありがとう、うん、はい、誕生日おめでとう。じゃあこれつけてよ、これ。え、いいんですか。え、いいんですか。これつけて、こ、え、ちょ、いい。いいいいじゃないですか、これ。いいね、それ。嬉しい。いいね。でも今日一番嬉しいっすよ。でも我が輩も一生つけるけどね、これ。あ、てかとはラブラスんち行ってみたいな。え、ちょそれはやばいですって。もう業者雇わなきゃいけなくなりますもん。え、もう汚いの。めっちゃ汚いんですよ。やばいね。もうやばい。この前、我が輩がとわ様とお話しした時のクレープのゴミとかまだありますよ。うわ、汚ねえ。うわ、ガチ汚ねえ。え、やばいっす。やばいっすよ、だから。待って、虫枠じゃん。もう、こうか不幸か見たことはないです、まだ。お前、うわ、じゃあ、お疲れ様。あ、やばい、ちょっと、そんな、まだ、ちょ、あ、とわ様。みんなごめんね、みんなに黙ってたことがある。落ち着いて聞いてね、みこ。実はもう爆発しちゃうんだ。本当はみんなのこと巻き込みたくなかったんだけど、みんなと一緒にいたくて。でもやっぱりどこ行くにもみこぴーと一緒がいいなんて思ってるから。離れて。みんないつも一緒にいようね。どんな時も一緒にいるって言ってくれたよね。あの時の猫すごく嬉しかった。ちょっと離れてもらっていいですか。ダメだよ、猫ピンのこと殺さない。いつも一緒だよね、猫ピン。あれ、猫ピン声がしないな。どうしちゃったのかな。疲れちゃったのかな。それじゃ仕方ないよね。みんなこれからもずっと一緒だよ、猫ピン。ピーブー。 Today we're going to begin our investigation, our interrogation of our crime suspects, the dangerous not shark Grab.キャハハ。どうも、サメです。So small! It couldn't be good. I'm a shark. She looks too innocent. Nonsense. I also heard a rumor that, when you go in a pool, you need floaties? Is this true? I told you that. Who supplied you this information? It's just a rumor I heard. All right, so yes, it's a rumor. I can swim. Very suspicious. How does it feel not being hydrodynamic? Well, you see, Gura, she's hydrodynamic, but she needs floaties. Now me, I don't need any floaties. I got two big ones. Kalau udah mata, kalau ada suara abang aku maaf ya guys. Ah tuh, bisik kali itu dia. Aku biasanya kalau ada suara abang, aku mute. Cuman udahlah ini bodo amat. Selagi dia nggak berisik-berisik banget. Apa kakak? Dia lagi streaming. Ah, suka buka-buka pintu emang. Sorry ya guys. Bubu baru sadar kalau sebenarnya dari kemarin tuh Indonesia Reading udah aku lakukan. Kakak, pelan-pelan dong ngomongnya. Lagi streaming. Ade lagi streaming.
Pelan-pelan kamunya. Maaf ya guys. Suka gitu kadang. Tuh, kedengeran gak sih dia ngobrol kak? Eh kak, kok kak sih? Maksudnya kalian viewer, bukan kakak aku ya kalian. Kakak, ada lagi streaming. Kakak ada lagi streaming. Kamu pelan-pelan ya ngomongnya. Oke, maaf ya guys.普段は先輩ミコピーの掛けでコソコソしてるけど、今日だけは堂々と言わせてくれ。ミコチ、大好きー。あーミコも大好きー。ありがとう。全然もう先輩ミコピーとか遠慮しなくていいんだ。ミコピーはね、もうミコピーなんやから、そんなカーストがあるわけではないんだから。みんなはもう立派な先輩ミコピーだよ。その通り、その通りやで。先輩は金時パイセンだけだよ。俺らの中に定規はなく、下にミコチがいるのみ。違うだろ！おい、違うだろ！お前何言ってんだよ！なんでお前らの下にミコがいるんだよ！聞いてんのミコだろ！お前らの上にミコがいるんだよ！いいコメントだったじゃねえよ！なんのか！ミコピー年齢が2歳になりました。虹玉、嬉しいな。えへへ。よかったらミコチママにお祝いとかよしよししてほしいバブ。いつも楽しませてくれてありがとうね。ミコチママ大好き。こんなこと言ってるやつがミコより上っておかしいだろうがよ。ジャミーノエルちゃん、停電にして真っ暗な状態で殺すといいよ。やるんだ。停電にしてな、扉を閉めまくってな、殺すんだよ。やってみろ。どうするんだい。どうするんだ。ノエルね、会話しようよ。ナナ。殺せ。今だ。重なりきる。Also, Chloe. Good senpai. Someday we let's collab. Yes. The animal collab. Hi. Please don't eat me. 食べます。No. No. 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 ね、お願いします。No. 食べないでください。No. Ah, good senpai. 美味しい。Maybe a little bite. Just a little bite. Nom nom. Little bite. Little bite.If you beat me in Mario Kart, then you can eat me. Okay. You feel? Little bite, yes. Okay. Come. No! Not without Mario Kart. You must beat me first. Mogu, baku. You're so cute, Chloe. Oh my goodness. I want to eat, okay. My dream. Well, Senpai. If it's your dream, then okay this.Okay, this. Yeah! やばい、もしかして全ロスした？したよ。クソだよ、この様子めて驚い
なるほどな。引火ということがあるのか。だけど、なんかいろんなことがうまくいかなくて家なき子になりそうで今どうしようかなってスイちゃん思ってたら、マネージャーさんがもう本当になんとかしないと、スイちゃんさんホテル暮らしになってしまいますみたいなって言われて、ホテル暮らしちょっと楽しそうちょっと楽しそうって思って、いや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 、でもそうなったらスイちゃんさんね、あの配信できなくなるんですよ。いろんなホロメイの家を転々として、今日は何々さんのお家で配信させてもらう、今日は何々さんのお家で配信させてもらうみたいな感じにしないといけないようになりますよって言われて、何それ面白そうなんかさ、マネージャーがさ提案してくること全てがさ、え、いいね、そういいね、それえ、これを機に悪水カップルチャンネルを立ち上げてアクタンと同居するか。じゃあおめぇ、ルコメントじゃ、ハローハロー、出せこら、出せてめぇ、この野郎、出せこら、早く早く早く、エッチな方もついでに入れろ、こら、後ろのやつ、右から3番目の黄色のやつだ、これだよ、これこれがいい、これがこれを早く入れろよ。あ、Thank you。 2000もらっちゃった、向こうが。あ、オッケー、オッケー、See you。 ごめんね、またそうやって間違ったね、おじいさんスイちゃん、もう一軒行こう、スイちゃん、もう一軒、もう一軒行こうか。うん、スイちゃんのこと写真撮ってあげる、向こう。本当？やったー。はい、この人、ミツリーハンです。お前、お前、てめえ、おー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 、やられてーのか。やばい、やばい、ね、おい、撃たれてーのか。やばい、あ、ポリ来てる、ポリ来てる、みこちゃん、すいません、ポリ来てる、ポリ来てる、やばい、やばい、やばい、スイちゃんも自首しよう。自首、え、私の辞書に自首なんて文字はない。実家にね、帰省しました、実家に。お父さんどうだって、ちょ、あのさ、義理のお父さんと書くのはやめてくれないか。君たちのお父さんじゃないんだよ。お父さんに久しぶりに会ったらば、お父さんのことだからね、別荘を買ってほしいとかね、家のローンも返済してほしいとかね、そういうことをね、言ってくるんじゃないかと思っていたんですけど、なんかすごい優しかった。新幹線の駅まで車で送ってもらってたんだけど、その最中に、なんか船長のなんか辛い話とかをしてて、お父さんが、ね、もう、パパが味方やから、つって、そんな、負けるな。パパ、お前が困ってたら、いつでもどこにでも飛んでいくんやさかいって言ってて、じゃあ例えば今私が都会の方の家まで送ってほしいって言ったら送ってくれる？かっこ片道4時間半。ひえー、お前悪魔やな、任しときやっつって送ってくれました。片道4時間半かけて。途中でガソリン入れてる時に、なんか、あー、ガソリンが高いなーって言ってたから、いや、これはもしかしてガソリン代出した方がいい？って聞いたらね、何言うとんねん、こんくらいパパに甘えときーって言ってましたね。お父さんは、ね、4時間半かけて、船長家まで送り、4時間半かけて、実家に帰り、その次の朝、仕事に行きました。ね。ニュージーランド1ヶ月ぐらい留学してたやつ。留学理由がね、あれなんですけど。あの、坂端を心配したね、おばあちゃんとか家族がね、あまりにも引きこもりだったから、坂端が。もう無理やり行かせる形で行ったんだよね。すんごい抵抗しながら行ったの。いや、行きたくないよ、なんで行かなきゃいけないのってなりながら、無理やり行かされたニュージーランド。もうガッタガタ揺れるし、なんかあの、シートベルトをお締めくださいみたいな言われんのよ。墜落するのかと思って。やだよ、坂本。だったら帰ってあのゲームクリアしてから死にてーとか思って。そう、フライングシャチだったんだけど、でもね、貝殻に溢れたビーチを見た瞬間に、いや、ニュージーランド最高ーと思って、走り出して海の中にね、飛び込んで、ホストマザーとホストマザーが、みたいな感じで。そう、多分ね、着替えとか、
考えたんだろうね。坂本何も考えてないで泳いちゃったんだけど、めちゃくちゃ急に動き出すからびっくりしてた。この子こんな感じなんだみたいな、おとなしい子じゃないんだみたいな。そう、でもね、いい人だったからね、ちゃんとタオルとか出してくれた。もわーいす、まあまあまあ、あ、出たの、みーちゃん、あ、みーちゃん、みーちゃんが来た。みーちゃんがめっちゃ噛んでくる。やめて、みーちゃん噛むの。噛んだらみーちゃんお仕置きだよ、みーちゃん。あ、噛んだ噛んだ、ダメじゃんか。みーちゃんが噛んだので、ちょっとね、隔離してきた。痛い痛い痛い、みーちゃん痛い。かまってほしい、みーちゃん。みーちゃん、あ、ダメ。食べるよ、みーちゃん。むーちゃん食べられてる。よくね、食べる。美味しそうでしょ。非常食だから、むーちゃんは。むーちゃん、ここおって。おとなしくしとって。むーちゃんがちょっと騒がしい。むーちゃん、おとなしくしとって。むーちゃん食べるよ、むーちゃん。あー、もう怒った。あー、こやつ。にゃにゃー、かわいいね。はい、どうぞ。すいません。おーい。うわ、うるせえ。お前の家は本位されてる。待って待って待って。水がボコボコにするぞ。うるせえ。出てこい。うるせえ、超うるせえ。最高だ。おじいちゃん行きますよ。なんかピッピピッピ音がしてるよ。爆弾あるな。行け、頑張れ。うわあ。爆発取る。お、殺せ。やべ。争いはやめましょうや。命がもったいない。争いはやめましょうよ。争いはやめましょうよ。なに、はー戦場だ。戦場にいる。なんですか。猫悪くないですよ。おいちゃん、待って、できない。なんで、おめえがバカだからだよ。昨日猫教えたのに。嘘です。教えてあげますよ。ちょ、ボイじゃないと致命的にあなたすごく怖いんで、直しましょう、それね。みんな、はい、チェック入りまーす。はい、待って待って、では、ではまずこちらに止めてから失礼します。ねえ、ちょっと待って、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 なんかね、ほんとにネネチはいつも可愛いんだけど、匂い嗅いでるネネチマジでキモいんだよね。伸びこ
みんなで練習するのすげえ楽しかったんだよ。収録日の時にアクタンがなんかジュースを買ってきてて、それをスタジオのその控え室のとこに置いてたわけよ。でその時にそのダンスのその振り付け作ってくれた先生がいるんだけど、すっごい可愛い先生が、まあ、その先生と同じジュースを買ってきてたの、アクタンが。でその先生が普通にそのブースのところのとこに置いてて、でなんかアクタンが普通に飲んでて、あれこれ私のジュース、これ私のジュースだよねっていう、えそれアクタンのジュースじゃない、先生がさ、あそれ私のです、あでも全然飲んでいいですからねみたいな、すげえな先生陽キャだからさ、アクタンがあ本当に間違えてた、ええとかさ、そもそもお前スタジオの中にジュース持ってきてねえだろって。控室のとこにジュースを置いていたのを忘れてて、あったんが完全にもう自分のだと思って飲んでた。飲んでて、しかもさ、味も違うの。先生と味違うのに気づかなかったっていう。それガチで笑ったのよ。ついちゃんと笑ってたわ、二人で。いや、一番安全なところでさ、スバル先輩ってどこにいる？スバル先輩待ってて、じゃあスバル先輩の近くの家に作ろう。え、これ、え、これスバル先輩家、え、これスバル先輩ここ、え、スバル先輩がこんなさ立派なドア作る、違うよね、違うよね、それスバル、え、なんで撃たれたの、え、盗まないよ団長、盗まないよ、ごめんマジで間違がって近くに お家建てるの嫌だったですか、汗危なかった、恐ろしい、いきなり、え、初めての戦いがスバル先輩となるかと思った、覗こうと思って、あ、なるほどね、間違ってちゃったよかったよかった、あ、汗なんかわからないことあったら聞いてね、あ、いや大丈夫です、今スバル先輩に聞くことはない、むしろ聞かれちゃまずい、え、なんか海が見えるいいお家にしたいな、いいよ、オーシャンビュー反対ですね、いいね、あ、いいね、オーシャンビューよ、団長のお家できたよ、みんな最後に2杯飲むか、ちょっと待って、二次会の話今しないで、まだ飲む、まだ飲むっつってんだろ、なんでみんな終わる感じになってんの、終わり、閉めんな閉めんな、勝手閉めんな、行くよ、か、聞いてね、割引券の話とかいいから後でせ、そういうね、ツンデレな君さんがおるわけよ、たくさん、え、まあ、そういうとこ好きだよ、二次会する、いや待てよ、今ラミーが出れてる時やろが、少し待て、やっぱラミーちゃんしか愛せないわとかさ、やっぱラミーちゃん好きだわって言ってた、ゆきみさんいっぱいいるの知ってるんだから、ラミーちゃん大好き、ラミーも好きだよ、唐揚げ美味しいよね、もういいよいいよいいよ、もうそうやって言うんだったらもう終わっちゃうからね、いいの、出れるなら今だよ、ラミー終電だから帰るわ、じゃあな、ほらほらほら、つらいですね、バカーバカだねー、あ、寂しいです、ごめんなさい、うん、いいよ、え、ちょっとさ、なんかちゃんと観光できてないってことで大丈夫、まあ大丈夫大丈夫、え、ちょっと待って、観光私の時にはスバル先輩の隣にいるだけで、よしよしあ、やべえ、まだ来た、あ、社長って、これは予定してた、予定してない予定してないよ、びっくりしたよ、ペコラも、ちょっととりあえず観光を進みましょう、うんうん、だって二人きりがいいもん、見て、ちょっと隠れてるよ、今、あなたの家の前にいるの。え？お？
私はメリーさん、今日は会いに来てくれてとっても嬉しかった。うふふ、楽しかった。え、もうガタガタやめて、立てつけ。これ、え、でもこれ8ページあるよ。え、毎日一人はとっても寂しいの、ずっと一緒にいたいわ。今ね、あなたの後ろにいるの。あなたの後ろにいるの。ねえ、もうやだ、振り向けないんだけど。あなたの後ろに。とてもいい反応でしたね。いや、マジで、びっくりした。スイちゃんと光る斧が見えたとき、もうダメだと思いました。プロダンサー教室みたいに心に通って敗北を知ったっていう話でいい？最近さ、なんかさ、ダンス頑張るかっつってさ、でも、普通のダンス教室行けないから、なんか結果的に、プロの人がいっぱいいるところにぶち込まれるっつうか、なんかあの、知り合いの先生の練習のところに行くみたいな。その、ダンスだけじゃなくて、例えば、可愛いポーズとか、こうやって歩くと可愛く見えますとか、そういうのも教えてくれるみたいな。で、なんか一応スバルレベルに内容をちょっと落としてもらったりして、まあまあスバルもね、伊達にねライブやってないですからね、へっへっへっつって言ったわけ。変に自信だけはあるから。まあどうにかなるやろうの精神でさ、まあ、その結果ね、大敗北してね、あのもう2曲ぐらい踊って四つん這いでもう滝汗のように、もう風呂入った後ぐらい汗かいて帰ってきた。俺は弱い、俺はまだ弱いっつって帰ってきた。プロってすごいんだ。そりゃそうだわ、土日ずっと椅子に座ってゲーム実況してんだからと思って。君が助けてよ、あやめ先輩仕事だよ。あやめ先輩抱きつけだって。あやめ先輩、あやめ先輩、しょうがねえな、おもむくか自分から。いや、おもむくなよ。はい。わー。どんな気持ち？あ、でもあったかい。鎖骨気持ちいい？ねえ、やだ。鎖骨気持ちいい？やだ。あゆみ先輩。ねえ、ここが。気持ちいい？お前ちょっと何かしてよ。おもり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 。やだ。マリナセクハラしか脳がないから、許してね。ちょっと気持ちかった。ごめん、まだ、お願いして。無理。しょうがないじゃん、配信なんだからさ。配信だからやってあげたんだみたいな、やめて。その言いにくさだ、なんだよ。愛情に飢えてきた。配信一味のみんな、一味のみんな出番だよ。あ、そこで、そうなるんですね。やっぱ一番知ってるね。そこでそうなるんだね。震えてきた、このマリンのめんどくささにさ。ガチでめんどくさい。本当にめんどくさい。傷ついちゃうね、マリンちゃんが。めんどくせえな。酔うともっとめんどくさい。泣こうかな、今から。それでは、こちらのゲーム、センシティブ大海賊王の勝ち。ずるいですよ。個性がありました。ぶつかったー。やったー。いこれはでも納得いかないから、もう一勝負お願いしますよ。でもこっちはさ、これで引けば勝ちなわけだから、なんかまあもう一勝負やってあげてもいいかなと思えるようなことをしてくれたらば、考えてあげてもいいですよね。お願いします。第一声がさ、ラビーさん、これ今度飲み行きましょうよだった。飲み行きましょうよ、今度いついつみたいな。
姉ちゃんなんか不満溜まってんのかなと思って。この間の公式の話もしよっか、じゃあ。ちょっと前のことになるんだけど、これまでのホロライブ様の振り返りをするっていう配信があったわけですよ。のどかちゃんがインタビューをするみたいなやつがあったんだよ。したらさ、真っ先に A ちゃんがさ、ラミーさんとこ行ってきな、っつって。で、のどかちゃんが、すいません、すいません、ラミーさん、いいですかみたいな感じで、そう、すごいなんか、可愛かった。ういういしいよ。ラミーちゃんにもそんな時が あったような、なかったような。あっただろう。いやー、初期のどかと言われる日が来るのか。いやー、来るんじゃない初期のどか。一年後ののどかちゃんが、もしかしたらもうめっちゃ突っ込んでるかもしんないからね。何言ってるんですか、ラミーさんみたいな。いやー、期待だね。ホロライブっていうのはそういうところ。お兄ちゃんにはニーニーって呼んでんのよ。これもロリ類だった時なんだけど、彼女がさ、お家とかに来た時はさ、めちゃくちゃ邪魔してやった。ドアのところにさ、へばりついてさ、耳をさ、何話してるかなーって見てさ、ちょっと静かになったらガチャッ！ニーニー！これ食べていい！って。ちっちゃい頃はね、ブラコンだったのかもしれない。私のやんちゃ時代は、まあ、お兄ちゃんがシスコンになってて、ルイちゃん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 みたいな感じのね、立場が逆転しておりました。そうだから私がホームステイとかに行った時も空港でさ、もう大泣きしててたった1ヶ月なのにさ、ぬいぐるみをさ、これニーニーだと思って毎日一緒に寝ろよとか言ってさ、気持ち悪いこと言ってさ渡してきてさクソ邪魔だなと思いながら、でけんだよぬいぐるみと思ってさ、抱いて寝ることはなかった。もうニーニーだと思ってって言われたらさ、これニーニーかと思ってさ、ニーニーなんだったらちょっと抱きつけないなと思って枕元に置いときました。Like one time when I was back visiting my family, Mama Mori was, we were shopping together and the clerks just asked me, so what do you do for work? I was like, oh, YouTuber. And then Mama Mori leans over the cashier register and whispers and says, she's a super famous VTuber. And I looked over and I was like, Mom, shut up! And I immediately was like, sorry, Mom, I didn't mean to tell you to shut up. It's just don't tell them that. One of the girls behind the cash register like had big eyes, like she knew what a VTuber was. But I told Mama Mori, you can't do that. Mama Mori is dangerous. So because Mama Mori actually, she watches, like a lot of clips and like VTuber news reports that are like on YouTube and that kind of stuff. Like she watches all of them. She watches all the people reacting to my music. And she came to me and was like, I'm so sorry, Callie. I shouldn't have said that at the store because I didn't realize how dangerous it is for me to do something like that. I'm like, yeah, mama, it's a little dangerous.坂本さ、小学校の頃とかに習い事ガチガチだったタイプなの、マジ毎日入ってたタイプなんだけど、友達と遊ぶってこと全然したことなくて、だから、もうある時に、どうしても遊びたくなって、でもダメって言われたから、もうこれは、行ったことにして遊ぶしかねえと思って、できまーすって言って、もうそのまま遊び行って、で、出席したことにして、帰ってた。途中でマジでバレたさ、もう、ボコボコに怒られてから逆に、もう他のもモチベーション下がっちゃって、ええー、って、遊んじゃダメな理由がわからんと思って、一回ね、もう坂本が、帰ってこなくていいって言われて、鍵閉められて、バンって出された時に、帰ってこなくていいんだラッキーだ遠く行っちゃってね、警察沙汰になってからね、あんまりね、そういうことはしなくなりましたね。そこからインコになりました。まさかパトカーで迎え来られるなんて思わなくてね。マジかよと思って、帰ってこなくていいって言ったじゃんってなって、売り言葉に買い言葉みたいなのもわかんなくていい。あ、そうなんだと思って帰ってこなかったよね。帰省サプライズというものをですね、企画していたんです、私。両親が家に帰る前に、ちーちゃんは自分のお家に帰宅することに成功しましたと。まずは、お父さんが帰ってきたのね。で、お父さんの後にお母さん帰ってくるんだけど、お母さんが帰ってくるまで、5時間くらい。もう、お腹が空いてしょうがなかったから、スイちゃんは LINE をしました。お腹空いたー！お母さんが、今みんなで晩ご飯食べてるよって送ってきたと。はい、飯テロしてきた。
美味しそう。今からそっちに食べに行くわ。それが叶うならどれだけいいか。あー、スイちゃんと一緒にご飯食べたいなーってなってた時、ドタ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 、じゃじゃーん、大成功しました。え、なんでここにいるんだ、びっくりしたって。お母さんはですね、号泣でしたね。あー、なんでいるの、あースイちゃん、あー、お母さん嬉しいって。で、お母さんすっごい喜んでくれたんだけど、1ヶ月前に会ってんだよなってということでね、まあ大泣きしてまして、あー、夢のようよみたいなこと言ってた。かぐいお父さんはというと、あー、お前なんでいるんだ、帰ってきたのか、あーみたいな驚いてない、ちょっと素振りしてましたけど、まあ絶対驚いてますね、これは。もうスイちゃんわかるんでっていうね、サプライズをさせてもらいました。あ、もしもし、もしもし、あ、アクアちゃんですか。アクアちゃんは死にました。え、アクタンどうぞ。ミヤタンこんにちは。アクアちゃん死んじゃったの。アクアちゃんは死んじゃったよ。でもミヤタンのとこアクタン来た。アクアちゃんじゃなくてアクタンってこと。アクタンだよ。あ、そうなんだ。はじめまして。ビーム撃ってた。ビームは撃ったを忘れた。あ、忘れてるよ。忘れた。そうなんだ。じゃあアクアちゃんとアクタンは別の人ってこと。それは忘れた。忘れてる。全部忘れてる。楽しいね。お友達。嬉しい。お友達。嬉しい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 。何個かと面接があるんだよ。緊張してたけど、人の印象は最初何秒で決まるから、第一声が大事だと思ったから、あ、どうも、はじめまして、どうもみたいな感じで、めっちゃめちゃハイテンションで行ったんだよ。その時の面接してくれた人は、めちゃめちゃ元気ですね。こんな元気な人のそうそういないですよ。面接がこのぐらいの時間っていうのが決まってるんだけど、なんか喋り倒してたらさ、面白いんでもうちょっと話せませんかって言われて、時間延長して倍の1時間ぐらい喋った。で、なんか質問とかありますかって言われて、じゃあ、すいません、なんでコロライブに入ったんですか、転職は何を。もうしたらすごい、なんか逆面接されてるんですけど。コロライブに入って良かったなと思う点はどんな点ですか。でもね、すごいね、いいって言ってたよ。自分はホロライブ大好きです。カバー株式会社、本当にこんないい会社ないと思ってますって。いや、いいな、ラウィーも入りたいなって、入れてくださいよって。まあ、ラウィーが入れるかどうかはあなたにかかってるんですけどねっつって。それで受かった後に圧迫面接した人とさ、話す機会があったんだよ。その時にそのテンションじゃなかったんだよ。あ、お久しぶりですみたいな、普通のローテンションで喋ったら、なんかテンション低くないですかって。君面接と違くないみたいな。え、なんか受かったらそんななんですかみたいな。いやいや、違う違う、違いますよってさ。あれはね、あの時はテンション高かった。特別テンションが高かったんだ。店長の結構仲良かった女の友達がうちに遊びに来て、マリンちゃんのお姉ちゃんにも会ってみたいって言って、でも店長のお姉ちゃんマジでガチで本当にコミュ障だから無理だよ、多分挨拶できないよっていう話をして、店長のお姉ちゃんの部屋ノックして、でその友達がなんか、お姉さん恥ずかしいみたいな感じで言ったら、お姉ちゃんもう無視、もう無視ね、もういないふり。でもいるから、もう絶対いるのはもう判明してるから、友達がね、勝手にガチャッと開けて、その友達も結構どうなんだって感じなんだけど、ガチャッと開けて入ってったの。そしたらお姉ちゃんが布団にくるまって、ひえーって、ひえーって言ってたね。怯えていた。結局一度も友達と言葉を返すことも目を合わせることもないまま、友達と一緒にね、船長の部屋に戻ってったね。うん、船長に陽キャ成分吸われたか。いや、絶対吸われたと思うわ。船長吸い尽くしたわ。うん、でもなんだけど、船長がこうやって今進出していっちゃって、もう一緒に住んでないわけなんですけど、そしたらね、お姉ちゃんも船長がいなくなったから、友達をね、使
作り始めたよ。久々に帰省とかしておしゃべりしてたら、お姉ちゃんが最近うんちが笑えるんだって言ってて、なんとあんなに下ネタ嫌いだったのにうんちで笑えるようになったんだって思って、ようやく小学校低学年のコミュニケーション能力のところまで到達したかって思ってね、安心しました。